こんばんは、いっちゃんねるでございます。今日はですね、三原純子さんの話をちょっとしたいなと思って、ちょうどタイムリーでね、二階ね、さんが言ってますし、最後にその、桜を見る会のね、そのことで、三原純子のなんかこうおばさんとお母さんも来てたらしくてね、そのことを三原純子はですね、なんか突っ込まれて逆切れしてましたけどね、こうちょっとね、かとなるところがやっぱりこう昔の三原純子だなという感じですよね。それでね、三原純子ってね、僕はね、皆さん見方いろいろあると思うんですけどね、やっぱこう聖子ちゃんとね比較されるんですよね、最初に出た時ね。要するにね、聖子ちゃんはこの要するにブリッコですね。で、三原純子はね、ちょうどね聖子ちゃんがガンと出てきた時にその対抗馬ですね、ライバルとして取り上げられた一番最初の人だと思うんです。その金八先生に出てね、トシちゃんとかマッチが出たわけですけども、でトシちゃんがガンとこう出て、三原純子もガンといったわけですね。そういう時代だったんですね。で、15歳ですかね、デビューが。でこの歌、今セクシーナイト、ね、セクシーナイトで15歳ってね、15、6歳かな、高1ですよね。よくそのセクシーナイトなんて歌わすなと思うけども、とにかくね、三原純子、なかなかインパクトあったんですよね。その突っ張りでね、こう顔は吉野ボディボディとかって、有名なセリフもありますけども、で彼女はね、やっぱりそのね、やっぱ突っ張りなのでね、結局その反体制派というかですね、そのいい子ちゃんになってるんじゃないかなっていうか、ちょっとそっちの方向に行ってるっていうかね、いい子ちゃんっていうんじゃないんだ、ないかな、よくわからないけどもね。自民党であることは別にいいんですよ。僕は自民党は別に嫌いではないしね、しっかりした党だと思うけれども、しかし何ですかね、この結構ね、そのいろいろどうかな、三原純子っぽくないなっていうのはいっぱいいろいろね、ウィキペディア見ててもちょっとこういろいろ、彼女もいろいろ病気をしていろいろ大変な思いもしたし、もちろんコアラと結婚したりとかね、いろんなことありました。海線山線いろいろ苦労したけども、ここのところね、いろいろ発言見たりとかで、そのね、政府の虎の意を借りたようなね、ああいうふうな姿を見るとですね、ちょっと突っ張りというかね、そういうこう、三原純子を応援したいような気はちょっとね、私実はちょっとあんましてないんですよね。なんですかね、それは政府で安倍さんべったりな感じがちょっとして、僕はねあまり好きではないですよね。安倍さんが嫌いとかそういうわけではないけど、その、そういう姿勢がね、やっぱり強いものに寄っていくというのが嫌いなのかな、僕は。もう一回彼女にですね、その突っ張りもね、昔の突っ張りに戻っていただいてですね、そういうですね、強いものに思えるような三原純子ではなくてですね、その専攻とか学校とかね、そういうのはもうぶつぶすみたいなね、そういう三原純子に、ね、戻ってほしいなと、ちょっと最近思うんですよね。以上、みっちゃんねるでした。ご清聴ありがとうございました。